竜は JRR トールキンのコビットの冒険、指輪物語、シルマリルの物語等の著作に登場する中津国の架空の種族である。中津国における竜は太陽の第一期において初代名王モルモスが作り出した彼の秘蔵物の最高傑作で巨大な爬虫類のような形をした恐ろしい生物である。殺されない限り竜の命は永久に続くため、 エルフのような不死の種族と同じく圧倒的な年月を生きる。モルゴスの下辺の中では、サウロンや炎の悪気バルログと共に非常に恐れられた。怒りの戦いでほとんどが滅ぼされたが、第2期では他の悪魔や怪物らと共に人々を苦しめ、サウロンが地上にあるいは地下に残っている、モルゴス時代の邪悪な者たちすべてを参加にして、黒の時代が始まったとされる。 第3期には、口述の通りスマウグやスカサや大霊血流などの個体が記録されて、猛威を振るった。スマウグが討伐されて、以降は記録されていないが、流族自体は第4期以降も存在しているとされる。複数の言語を扱う能力を持ち、その力は一体で一国を滅ぼしてしまうことも、あるほど強大である。人、水蒸気を吐く、下流族 ウルロウキと儚ない霊血流がおり、また翼のないものとあるものや長虫など様々な形態がある。これらの中でも下流で翼のあるものが最も危険で恐ろしいとされるが、霊血流の爪と牙、強靭な体を駆使した攻撃も十二分に脅威であり、歴史的にも多数のドワーフの王国が霊血流によって滅ぼされてきた。また非常に狡猾で、 知力においても危険な存在であり、中には魔術の知識に通じており、それを刺激する竜もいる。主にことほぎやジャシなどの凶悪な呪力を発揮して恐ろしい被害を巻き起こす。放実する竜の祖、グラウルングは、優れた妖術や呪術の使い手で、人間の英雄トゥーリンとその妹を悲劇的な末路に追いやっている。このように猛威を振るう存在でありながら、 弱点を突かれると立ちどころに滅ぼされる展開が多い。反面、完全に成長しきった竜の鱗に覆われた部分は非常に堅固で通常の攻撃を寄せ付けない。しかし、成長しきってない若竜の場合、鱗が完全ではないため傷つきやすい。また成長しきった竜の鱗であっても、ドワーフの古う大馬盛りに対しては完全な武装とは言えない。その他に、成長に、 大変な時間を要するため、兵力としての柔軟性に欠ける部分があり、竜族特有の傲慢性からが敵を見くびって、隙を突かれたり、弱点に特化した攻撃を受けて倒されることもある。歴史的に竜を倒した際に英雄が使用していた武器は、エルフやドワーフの特別性や魔力を持つなど特別な武器であることが多い。また大量の水も苦手である。泉や川程度のものならば、 竜の体温の型が増さるため問題ないが、大量の水を蓄える湖ともなると、話は別で、スマウグははっきりと暗い水の深くて、冷たすぎるのが苦手であると書かれている。その上火と水ということになれば竜は到底湖には、かなわないため、対岸に泳ぎ抜ける前に水に消されてしまう、と記されている。さらには、竜は総じて高い攻撃力を持つものの、 炎を短時間に大量に吐きすぎたりすることで、一時的に、その持てる力が弱体化することがある。グラウルングと多くの大軍がナルゴスロンドを滅亡させた後に、その地で指揮を取っていたトゥーリン、トランバールの創作と、フィンドド・フェラグンドの王宮内の偵察のために、ドリアスのマブルング率いる部隊や、トゥーリンの母妹とそれを護衛する騎士のエルフたちが、その地を訪れた。 接近する偵察部隊を迎撃するために、突如として、グラウルングが出撃した際、凄まじい炎を吐きつつなログ川を渡ったために、周囲に近づいていたエルフたちが猛となるほどの大量の蒸気が発生した。この時岩陰に隠れ潜んでいたマブルングの傍らを、その巨体にもかかわらず、あっという間に通過して去っていくほどのスピードを誇ったグラウルングだったが、 襲撃終了後戻ってくる時には、ゆっくりとひそやかに進むようになっていた。というのも、この時のグラウルングの体内のすべての炎は衰えてしまっていたからである。その上その強靭な体力も失われてしまったため、竜の体は闇の中での休息と眠りを必要とするほどにまで弱体化してしまっていた。天敵はオオ、大足族竜の敵として巨匠が置かれるのは、 ガルーダ町など古今東西からよく見られる設定である。両種族とも、エルフやビオルンリングなどの魔法族同様に上古の時代の個体の方が、後世の者たちより、はるかに強力で巨大な傾向にある。性質は邪悪で、使い道もないのに財宝を貪欲に求める。だが自分たちでは何一つ生み出せないため、他者から財宝を奪う。そして奪った、それを山と積み上げて、 人寝とし、その上に眠る。また奪った財宝に固執し、生きている限りそれを守り続ける。財宝の価値は心得ているものの、その細工の良し悪しの判別はできない。その性質から、古来ドワーフと因縁が、深く、数多くのドワーフの国が、竜に滅ぼされ略奪を受けたため、ドワーフたちの激しい憎悪が向けられる場合も多い。ドワーフ族は、他の、どの自由の民よりも、 竜の炎と熱に対する耐性が高かったとされている。しかし、竜の破滅は、結果的に、ドワーフ以外の種族の手によって下されることが多い。有事でない限りは、積極的に群れを作るなどの社会行為は確認されていないが、第一期では、バルログたちと軍勢の指示を司さどったり、竜そのものが対戦での指揮を任されることもたびたび、あった。だが一方で、 モルゴスの影響下に絶えずあった第一期の竜を除くと、特に後世の竜に特徴的だが、自らの欲望が満たされていて、他者からの干渉を受けない限りは、中津国の歴史の流れには無関心、無関渉な姿勢を見せる面もある。また非常に知能が高い上か、謎めいた話に惹かれてしまう習性がある。これにはどんな竜でも抗うことができず、 その謎を解き明かそうとする面白さについつい時を費やしてしまう。ホビットの冒険では、作中ビルボバギンズがスマウグと対峙した際、この修正を利用することでうまく立ち回っている。第1期末の超大戦、怒りの戦いにて、ほとんどがバルログや多く、その他の数多の闇の怪物と共に滅ぼされたが、ごく少数が生き延びて、数を増やした。 第2期では目立った活躍は見られないが、第3期に入ってから、北方の灰色山脈やそのふもとヒースのカレー屋で数を増やし、ドワーフや人間に脅威を与えることとなる。俗に大流と呼ばれるような下流は、黄金流スマウグが最後の個体であったらしく、スマウグの死後、そのような強力な下流の類は途絶えてしまったと、おぼしいが、流族そのものは絶滅しなかったと思わしい。 種族としての竜族の起こりは現在でも不明である。多くの闇の種族や怪物がそうであったように、モルゴスが、その誕生に関与したことは確かだが、それ以前の状態は未知である。史上最初に出現した巨大な竜で、竜の祖とされ、地を配備を吐く竜、黄金竜、すべての竜の父、祖竜、アングバンドの長虫などの呼び名がある。残忍だが非常なる知性でもあり、 彼の魔の恐ろしさは、炎や牙よりも、その知恵と魔力にあると言われた。その知力と魔術は、竜族の中でも比類なき強力、敏腕さであった。アングバンドより4度出撃し、その度に、その強大な力で、エルフや人間の軍勢を敗退せしめ破壊の限りを尽くす。最初の出現時は、未だ生育しきってはいない状態で出撃し、 数多くの矢を追いかけられ敗退するが、エルフ諸侯を行転させるには、十分だった。その後200年を経て生育した後、時のダゴール・ブラゴルラ派において、バルログラと共に先陣を切って出撃、エルフ軍の包囲網を壊滅させ追い散らした。ニアナイス・アルノイディアドにおいても出撃し猛威を振るったが、その際は、ドワーフ王アザガルの軍勢に取り囲まれ、アザガルによって、 腹部をタムで刺されたことで傷を負い、アングバンドへと敗退する。この時は、カノオナガムシの他にも竜族が戦場へと繰り出していた。後年には、多くの軍勢を率いて、ナルゴスロンドを襲撃し、その財宝をことごとく奪い去って、そこに救った。その最中に、トゥーリンをジャシとことほぎで混同したためその恨みを買う。また、後に遭遇したトゥーリンの妹、 ニエノールに対して、暴却の呪いをかけたことで、兄弟は、その後悲惨な運命をたどることになる。かように悪逆の限りを尽くした、グラウルングだったが、その最後は、トゥーリンによってもたらされる。新たな襲撃のために崖を渡ろうとした際、外貨に潜んでいたトゥーリンに腹部を、魔剣、グアサングで深々と刺されることにより、致命傷を負う。しかし、死の間際に毒血と邪死、 および暴却の呪いを解くことによって、トゥーリンとニエノールを死に追いやる。著名な黒竜。その名は、死んだアルゴにて突進するアゴの意を持つ。また、古英語上での抵抗、妨害、敵対、反対等の意を持つ語、アンドレアカとゾウや嫉妬等の意のアンダ、そして竜、ドラオーカを組み合わせた名でもある。表記として、黒のアンカラゴンや黒竜、 アンカラゴンとするものが多い。第一期の最後、中津国史上最大の戦争である、怒りの戦いの最終局面にて、突如出現した、モルゴス軍の切り札である翼持つ下流たちの中でも、最強のもの。バリノールの軍勢に莫大な数のアングバンド軍が、圧倒される中、突如アングバンドより同族と共に出撃し、バリノール軍を一時的に押し返した。 やがて戦いに加わったオワシ及び天空の船、ビンギロトに乗ったエアレンディルと激しく戦い、丸一日の攻防の末にエアレンディルに滅ぼされた。どれだけの大きさであったかは明記されていないが、アンカラゴンの墜落した衝撃でサンゴロドリムの塔はこぼたれたと言われる。指輪物語においてガンダルフが力の指輪を滅ぼす方法として竜の火を上げながら、 一つの指輪においては、かの国竜アンカラゴンの火をもってしても、不可能であろうと述べている。なお、ドワーフ族の七つの指輪のいくつかは、竜の火によって消えたという、能力や天末など詳細が不明な大竜。当時のドゥリン一族の王国を襲撃、圧倒的な力で制圧した。この災下により、当林王権シールドのソソフライン一世と、その第二子のフロールらが犠牲になり、 後のスマウムと、トーリン二世の戦いなど、この一族の竜族との因縁が強いことが見て取れる。第三期、灰色山脈において、猛威を振るった大竜。スカサとは、ローハン五における故障であり、長虫スカサ、または、オオナガムシとも呼ばれる。ドワーフから略奪を繰り返したが、北方人の族長フラムにより滅ぼされた。しかしその死をしていた財宝をめぐり、 フラムとドワーフの間に、いさかえが起こり、フラムはドワーフに殺害されたとされる。その財宝の一つに、ローハンで代々受け継がれるようになった角笛ブエがある。指輪戦争での功を叩いて、メリアドクブランディバックに贈られた、この角笛ブエは、後のホビット賞での戦いにおいて使用された。第3期では、最大とされる翼のある下流で、中津国における最後の大流とされる。 黄金流と呼ばれるが、これは長年溜め込んだ黄金や宝石が体にこびりついた結果であるという。離れ山にあるドワーフの山の下の王国と人間の谷間の国を襲撃して滅ぼし、約200年にもわたってそこに救ったが、最後は復讐に来たドワーフたちと共にやってきたホビットのビルボバギンズによって弱点を見抜かれ、つぐみの伝達により情報を得た。 バルド谷間の国の末裔、バルドの手により、心臓付近の鎧のほころびを弓で犬かれ滅ぼされる。下記のゴンドリンの獣とは、対照的に、名前以外はほとんど何も知られていない竜。名前に、ゴーズが含まれており、その名の意味するところは、ドレッドグランス、すなわち恐怖の目とアロックマイナスの意。JRR、トールケイン、ザヒストリー・オブ・ミドル。 アースボリューム4 The Shaping of m i d l アースゲルレイブックス256ページ財宝の所有権を互いに譲らない状況でフラムがドワーフにスカサの牙で作ったネックレスを贈呈し挑発した際にドワーフが激光し殺人事件に発展してしまったとされる JRR トールケインザヒストリーオ o ミドル f m i d l アースボリューム5ザ・ロスト・ロード・アンド・アザ・ライティングス出るデイブックス399ページただし竜が背にバルログを載せるという描写は後の走行や出版されたシルマリルの物語には見られない。ABJRR トールキンクリストファー・トールキンザ・ロスト・ロード・アンド・アザ・ライティングス第3部ザ・エタマラジス第370項または第381項 2014年12月10日、閲覧 JRR トールキン、クリストファートールキン、失われし、物語、第18号、ザコテージオブロストプレイ、2014年12月6日、閲覧。ありがとうございます。